皆さんこんばんは笑って暮らして医者すれず私はアシスタントを務めます倉島文子ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感した様々なゲストを迎えし貴重なお話を伺いながら参考にしていこうという番組です番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です先生今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします さて、今回も前回に引き続きまして、柏原先生のお話を伺っていきたいと思います。えーすね、はい、先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの、第一回で、お米を本当食べた方がいいんじゃないかなというぐらいが分かってきたわけですけど。はい、何しろ糖尿病患者さん七十万人以上いますからね。二回目からはね、この柏原先生の。視聴者が七十万人超えますね。<laughs> <laughs> みんなに見てもらわないとねそうですねしたらもうたちまちに日本の糖尿病が減りますから、はい、これでいきましょうそうですねはいそれでは早速先生の方うに入っていきたいと思います、はい、えっ、ー、と2回目はですね、はい、1>, 1回目は総論だったんですけど2回目は糖質との、まあ、具体的な付き合い方っていうか、はい、えその内容とか、まあ、食べ方とか、はい、まあそういう方に入っていこうと思います、えー、一応糖質はは敵ではないと えー「上手な付き合い方で味方にする」という、まあ、タイトルでスタートしようと思いますが、はい、じゃあ先生あのこれから言ってくださいはいあの食事のことを考えるときにどうしても食べる前の栄養素のことカロリーのこと成分のことばかりを考える人が多いんですけど大事なのは食べた後がどううなななのかっていうこといこんですよねでなんとなく食べなければ痩せるとか減らせば血糖値が下がるとかそういう考えが多いんですけど それが逆効果だっていうことなんですよねで。食べたものが消化吸収によって体の中に初めて入る食べたことじゃなく消化吸収のあと吸収されて入ってくるでその後、代謝ってなるんですけど代謝には大きくエネルギーを作って燃やすっていうことと新しい細胞とかを体を作っていくっていう大きな2つの分類があってでそして最後いらないもの不要なものは排出されていくっていうこの 3つの方向に流れていくんですよねで健康で元気な体っていうのはこの入れるのを減らすことではなく入れたものを効率よく代謝し使っていきそして排泄するというこの流れがしっかりあることでいっぱい食べてもいっぱい燃やせば太らないしいっぱい食べてもいっぱい出してれば太らないっていうこの循環がとにかくいいことが健康なので。 ということはしっかり入れないと循環が起こらないということですね。はい、えー、まああの、えー、僕なんかはまあズノーロードが多いんですけど、やっぱりあのすごくお腹が減りますからね。うん、あ全然体を壊してないようにモゾが減ると。はい。それですぐもう食べるのっていやちょっとお腹減ったからってこうなりますよね。はい。はい だから脳なんかものすごく血がいきますからねものすごく消費するので僕なんか頭が熱くなることありますもんねカロリーが出ててるるあなので受験勉強の時によく言われましたちゃんと食べなさいと脳はエネルギーをなうからっていうそうなんですね動いてないと消費してないって思っがちんですけど逆に脳はすごくエネルギー脳がってしまたね重量でいうと2%程度体重の2%程度 はい、そうですねすごく消費が多くて、えー、でさらに主にブドウ糖がエネルギー源で、はい、これが一番効率よく使えるっていうエネルギーなんですね。血流量が大体ここに書いてありましたように全エネルギー消費の20から、えー、と24%って、えー、確か血流量もやっぱり20から25、はいまあ、血が結局栄養を運ぶわけですからす、ね、血流量であのこの頭の上の方に まあ20からパーセントねいくと、はい、だから非常に脳がねエネルギー使うしエネルギーはまあ脳が使うエネルギーはブドウ糖でえだからブドウ糖ってことは炭水化物が分解してできますからね、はい、ですからそういうことですね、はい。で脳のエネルギーをちゃんと回すことがはい、はい 生命活動によって結構重要なんで体よりも優先されるんですなので摂取が少ないと体の方に行くのを抑えて脳に回そうと働くんですそうすると結果的に体の方もエネルギーくれって言ってるのにいかないのでそれをあの取り込みを増やすために頑張ることで えー、結果的に糖尿病が増えるというメカニズムでここにね非常にこの2つ重要なんですけどねちょっと難しいんですよ体の他の組織がブドウ糖を取り込みにくくなるつまりあのご飯食べないとブドウ糖が発生しないからかあの脳がとにかくくれって言うからしょうがないから脳が一番偉いからって脳にブドウ糖やる <laughs> そうすると、うん、他のあのと,ところは取り込みにくくなる、はい、それでこれが結果として新、まあ、型糖尿病っていうのはあの遺伝性ではない え食料の取り方とかそういうんで好転的になるブドウ糖どう糖糖なんですがそれが増える、はい、足りないブドウ糖は筋肉をこの分解しても,もうとにかく取ろうということになって、ね、まあ大変にえ筋肉も弱くなって活力もなくなって寝たきりになる、はい、でご飯とか炭水化物を控えているのに糖尿病になる、はい、血糖値が上がるっていうのは糖は口から入るのだけじゃなく、はい、筋肉とかを分解して,、うん、解して作っているんでうん、うん、なので。 逆にちゃんと取ってないとどんどん体が足りないって言って筋肉分解しちゃうと結局血糖値も下がらなかったりする。そうですねで。筋肉が減ると年取った時本当に大変で、それで今糖質制限から寝たきりになる人が急増してるんですよ。はいはいはい、はいね、そうですね。筋肉減らしちゃいけないんですけど、うん、そこがなかなかつまんなないですよね。ね僕はあのだいぶ年取ってからとあのもうゴルフ やる時間がないんででテニスを始めたわけですよ、はい、もうこんな年からテニス無理だろうと思ってテニス始めたそ<う>したらやっぱり筋肉が増えてね、はい、あのもともと昔なんか筋肉痛とかなかったり、えー、僕なんかね筋肉が凝るっていうのはあれどういう状態か分かんなかったですよ筋肉ほとんどなかったから。ら、うんはい、テニス始めたら筋肉がついてね、はい いろいろ筋肉の問題が出てきたので筋肉質になりましたね。あ素晴らしいですね、えー。ですからこれでご飯をどんどん食べてればいいと。はい、そうですかね。はい。で、あのー、筋肉量が食事の影響で減りすぎちゃった人は、うん、運動しなくてもご飯をちゃんと食べるだけで筋肉量が増える人が多いんですよ。なるほど、なるほど。はい。うん、そのぐらい体にちゃんと必要なものを与えるって大事だっていうこと,だと思。なるほどね。はい。まあこれは筋肉とあのー、ご飯の関係なんですが、まあ。 精神的な面でどうかってことですね。はい。はい、で、あの、私たちの体をコントロールしてるのって脳で、ここがまあ司令塔なんですけど。脳の中でも視床下部っていうところが、はい、まあ司令塔なんですね。はいはい、で、ここが自律神経をコントロールしているんですけど。視床、はい、下部はストレスを受ける場所でもあって。うん、なので、ストレスが生活に多いと、自律神経が乱れやすいっていうことになって、うん、ここの場所が食事とか。 あの睡眠とかを司っているのでストレスが強いと過食になったり食欲がなくなったり眠れなくなったりっていうことが起こってきてすごくつながっているっていうところうん、うん、で自律神経を整えることが代謝を上げることにもつながっていてここが体温調整とかいろんなホルモンバランスもコントロールしてるっていうところがあるんですね。あのねはい えー、近代西洋医学とか、うん、近代栄養あの西洋科学のどこが間違ってるかるとい、ねうん、っとね人間はあの3つ主に持ってるわけですよ大脳皮質これ論理的知的に考えるところ、うん、それから視床下部を中心としたやや原始的な体のコントロールもしくはミラーニューロンとかアフォーダンスつった二次的な情報処理その一番下に遺伝子があって。うん これは長い間5億5,000万年の生物の知恵を出すとこの3段階あるんですけどね人間はね実はあの頭で考えるとその大脳皮質しか分かんないんですよ、うん、それであの西洋の近代医学とかそれから西洋近代哲学とかいうのが間違いはね、うん、どこにあるかって言ったらそのだから視床下部に与えられるようなストレスだとか いろんなその原始的な考え方とか、まあ、例えば思考力でも、人のために犠牲になるなんていうのは、視聴株あたりで出てくるんでね、あのそういうものが欠けてるわけですね、ですからそこを僕らは非常に素直に受け取らなきゃいけないっていう問題があるんですね、うん、ちょっとあ,のあまり細かく言うと、非常に重要なことなんですが、ここに書いてあるような、接触行動とか、水を飲む行動とか、うん、それから性行動とか、睡眠とか、こういったものはね、あの人間の大脳皮質でやってるんじゃないの。 だからあのよく眠れないなんていうのは、大脳皮質優先すると、眠れなくなるわけですね、だからそこのところは非常に考えなきゃいけないんですよあの、熱中症になるから水を飲みなさないんだめだと僕言ってるのは、これなんですよ、つまり、大脳皮質で考えて、今日は温度が高くて乾燥してどうのこうのって考えるんじゃなくて、歯周株とかそういうところを健全にすれば、喉が渇くんですよ、ちゃんと。そこのところは難しいところなんですね。 というこまあストレスの多い芸能人はやっぱ自律神経を整えることが体の機能を高めるってすごく重要になってくる自律神経っていうのが大脳脂質じゃないっていうのが問題なんですよ大脳脂質だったら考えることによってそこをカバーできるけどね考えてもね大脳脂質が動いたってこの脳がまずちゃんと活動してるっていうためにはエネルギーいっぱい使う脳にやっぱ 燃料を入れてあげななきゃいけないけんですよね、うん、であの24時間脳って動き続けてる寝てる時も活動してるのでもうこの定期的に補給してあげるなのでなんとなくこう年取って消費が少なくなると3回もいらないよっていう方もいるし、うん、こう食事の回数減らす人が多いんですけど実はこれが脳には逆効果だったりして、うん、なるほど、はい、定期的に、うん、3回食べたがいいですか、はい、エネルギーを届ける。 定期的にっていう感じですね僕ご飯食べるのはめ面倒くさいんですよ <laughs> そうですよね <laughs> できればご飯食べないで生きていきたいっていう、ね、そういう強い希望があって女の人には理解されないみたいですよで僕はあのいや「食べるの面倒くさいから」って「お腹減ってんじゃない」って「いやお腹減ってるけど食べるの面倒くさいから」っていうのが食はいいですかもうこれはですねエビデンスではっきり出ていて<ー>あの元気で長生きしてる人はもう3食習慣なんですよ。うん でそれはやっぱり脳機能が衰えないためにすごい大事、ね、3食な食んるはい <laughs> 特に炭水化物の中でも米ご飯がやっぱりエネルギーが安定的に持続するそう、ね、安定的に持続しますからねこ、はい、れが脳を安定させる上でキューとなってぽっとなくなったりしないからねそうなんで不安定にならないっていうのがじゃあしょうがないから3食食べること <laughs> 朝起きるとまずはの眠気があるから食べたくないしね,そうですねしかもねあの あの用意されてもアパスコマンをねもうなんかもういいやと思っちゃうことが多いんですよ。はい、男性はそういうのだから短命かな。<laughs> <laughs> あどうぞどうぞ続けては,はい。はい、まあそういういろんな、うん、あの体の機能から考えた時に、うんうん、普段の日常の食事は、はい、ちょっとお弁当箱にしてるんですけど。はいはいはい あの全体の六割をご飯、うんはい、おかずは四割程度っていう六対四のバランスを提案してます。はいはい、なるほど。はい。どっちかというと今皆さんおかずが多くて<う>ご飯ちょこっとっていうパターンなんですけど、これ僕なんかこのお酒が時々液体になったりします、ねはい、<laughs> 粒が液体になってゃう <laughs>、はい。で、あの全体のバランスでいうとおかずをたくさん食べると。 で結構お腹いっぱいになってご飯食べられなくなるんでそうそうそう,もう普段はおかずは一品程度、うんはい、一時一切にしっかりご飯を食べましょうっていう、うんうん、でもう一つ提案してるのが、うん、お味噌汁をできるだけ組み合わせるっていうのを提案していて、はい、もうおかずを何品もあるとどうしてもいろいろ食べると楽しくて、はいはい、お腹いっぱいになっちゃうんで減らす、えー、それはねこれねはいあのあなたはちゃんと女性だからこれ具沢山味噌汁はい この具沢山味噌汁いいに決まってるんですけど作るのみんなくさいですこれでねだいたいここに冷蔵庫の残り物なんて書いてあるけど <laughs> 僕の冷蔵庫の残り物なんてみんな腐ってる <laughs> <laughs> このね具沢山の インスタント味噌汁売ってほしいですね。そうです。最近結構増えてきてますし。あ、そうですか。あとはですね、乾物でもいいです。あ、はい。乾燥キノコと。あ、それ僕ね、乾燥なんとかって時々買ってくるんだけど、どうやって使っていいかまだわかんない。あ、もう入れて、美味しい食だけ入れて。あ、あそうですか。はい。で、あの切り干し大根とか。なるほど。そういう乾燥で、あの野菜の乾燥も今スーパーにいっぱい売ってるんですよ。ほうれん草。売ってますね。はい。 そういうのを、ちょっと入れるだけでも。なるほど。同じ。あと、あの、これ、あれですか。あの、僕とか、あの、ここの、あの、ディレクターなんか、貧乏人でね、はい。<laughs> あの卵とね、はい、納豆が安いんですよです、ね、卵と納豆はこれだとどういうあれになりますああのおかずに卵味噌汁の代わりに納豆納豆、卵かけご飯を、OK、僕なんかあの納豆3つ、レンちゃんのやつがね、はい、98円ぐらいで買ってて安いなと思って1個30円だと思ったら、ね、ここのディレクターね50円ぐらいで買ってる 50円で買わなきゃいけませんよ卵10パックが198円で安いと思ったら140円で買わな、まあ、極生活には卵とね、まあ 納豆がもう、救世主。卵は本当にいいとですか。あ、そうですか。そうすると、ちょっとこう、野菜が足りなくなるんですけど。まあ、それは、あの、後でまた、ご紹介するんですけど。お米、白米だと、ちょっと。あ、そっか、そっか。穀類はね、雑穀とかで、入れると、野菜の代わりになります。僕はそこでまた怒られるんだけど、野菜はジュースにしてる。はい、これ実例。六十一歳男性。 今のまあ6対4というバランスを実践した方の2か月のビフォーアフターで営業で外回りが多い方で外食中心でお昼はあのアドバイスしたのができるだけ定食の形でご飯はお腹空いてたら大盛り OK で夜は飲み会が多いそうなんですけどちょっと飲み会のおつまみをいつもよりちょっと減らして締めにご飯と味噌汁を。 食べてくださいっていうアドバイスで二ヶ月の僕もねあなたのね講義をね名古屋で聞いてからね焼肉行ったら昔は焼肉とビールだけこの頃はねもう焼肉ちょっと食べたら必ずご飯ね食べるんですよ焼肉とご飯ってものすごい美味しいですよね美味しいですよね山森先生食べましたそうすると美味しくも肉が食べられて肉を食べ過ぎないんですよああなるほどなるほどお腹いっぱいになるからね満足感あるんですけどあの お会計も安くなります僕ね昔名古屋大学の先生の時ね、えー、と研究室の学生を焼肉屋に連れていくわけですよ網焼き亭つってね名古屋にはねなかなかいい肉を安く提供する網焼き亭となるわけそこに行ってね、はい、学生10人ぐらいで、はい、そうするとねもう先生焼肉学生連れてたら大変でしょうってうか大変じゃないんですよ。あのね <laughs> もう学生ははねビールはちょっとしか飲みたくないのなんでかって<ー>お腹いっぱいになるから確かにそれでね丼をね2杯ぐらいと焼肉を食うんですよ、うん、そしたら丼一杯確か150円ぐらいだから学生ね10人ぐらい連れても大したことない <laughs> そうですご飯でちゃんとこう <laughs> お腹を満足する <laughs> そう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 でもそう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 くうそうそうそういうそうそ、ん、うそうそうそう えそれで、えー、今度はご飯をほんと食べるという時のご飯のすごい力をちょっとご紹介したいと思います味噌、はい、汁、はいはい、であのごは飯お米が確かにいろんな機能があってすごいんですけど味噌汁と組み合わせるとさらにすごい効果ということでここではちょっとご飯と味噌汁合わせた時の効果なんですけど、うん、まずご飯としてはエネルギー源としてすごい効率よく使えるんで。 ご飯しっかり食べるるると疲れにくくななんですよほど体力がつくっていうスタミナ源でんかスタミナイコール肉のイメージですけど断然ご飯の方がいいんです日本の方がスタミナあったらしいですね飛脚とかそういうの見ると長距離いくらでも大丈夫であと太るイメージなんですけどご飯食べると体すごくあったまって体温上がるんですよ これによってエネルギー消費が増えるので,、うんうん、で体温上がることによって体調もすごく変わってくる合いう、ね、それで僕はこれね図はこれじゃなかったかもしれないけどこれを、ね、先生にはね秋口聞いてびっくりしたんですけど、はいまあ、びっくりしたとか言われてみりゃそうだけどご飯食べれば肉食べなくていいよと、まあ、説極端に言えばね、はい、つまりご飯の中に6%ぐらいタンパク質入ってると、はい、確かにそれはそうだと。 そうするとあの、1日にタンパク質の必要な量といは15グラムぐらいでしょ、そうですね、そうすると、ご飯でも半分はいけると、はいそんなもんですかねご飯をしっかり食べればですね、あ<ー>重量あたりでいうと、やっぱり肉に比べると少ないので、ごはんは量をしっかり食べないと、うんはい、タンパク質不足になりますけどなる、まあ、今の時代は、タンパク質が不足するという人、あまりいないでしょうね。 全体で言うと肉も食うし魚も食べるしそうですでも肉とかって食べてるつもりで意外と取れてないんですよ。取れてないんですか卵と納豆だとどうですかねタンパク質。あのご飯をちゃんと食べてればっていうとこですねご飯をちゃんと食べて2杯食べて卵と納豆を混ぜたやつを食べるっていうのはこれはどういう関係ですかそれれ食食食しっかりべてば大丈夫ですあなるほどもね お米の中の栄養のバランスっていうと油がほとんど入ってないっていうのが特徴であそうい脂質がないからねそうなんですご飯だけだと逆に足りないんでなるほどおかずを組み合わせるっていう必要があるんですけどいやあと僕はクロワッサンね50%が脂質だとびっくりしちゃってあれ油だったのかとだいぶあの確かにねホテルでねクロワッサン取るとね手がベトベトしますよそうですね,ね 知ってました知、ね、知ってました <laughs> 知ってましたか知ってままししたたなので食べ過ぎ気をつけなきゃいけないのはパ <laughs> <ー>ン類は確実にそう<ー>同じ糖質でもやっぱり違ってくると思います一緒に入ってくるもののやっぱり違いがいつまりご飯は糖質とタンパク質が入ってくるけど <laughs>、はい、クロワッサンの業界に文句悪いけどクロワッサン食べると 糖質とと油が入ってくるとそうですねパン小,あの小麦もタンパク質は入ってるんですけどああ、はあ、油がどうしてもいっぱい入ってくるっていうことと、ね、あとはタンパク質の質が全然違うんですよ。それちょっと次のフリップにしているんですけどはい、はい、同じタンパク質でもそこのアミノ酸のスコアっていうのがはい、はい、点数があって、はいはい、お米と小麦だとだいぶ点差があるんですこのスコアっていうのは誰がつけるんですか これはですね日本人がつけるとこうなると東ヨーロッパ人がつけると小麦がいいとかそういうことないですではなくてですねアミノ酸のバランスでアミノ酸って20種類ぐらいありますよねその中で必要なものが全部揃ってると100なんですよはいはいはい足りないものがあると足りないとこのレベルになるんで小麦は結構足りないものがあってそうするとタンパク質として利用されにくいはいはいはいでお米の方が 点ななんんでですすけど肉はよそこが肉がいいって言われる理由なんですけどでもお米は大豆と一緒に取ると100になるんでこの小麦を食べてるより大豆ってことは要するに納豆納豆とか味噌とか米だけより大豆合わせるとお肉レベルになるよってモンゴさんね味噌汁あれ何日ぐらいで腐ります 腐るほどどすすぐなななくりまけくならないんですよインスタント味噌汁じゃなくて時々自分で鍋で作ろうと思うんだけど鍋で作ったら何日ぐらいでもまあ状態でもよりますよね常温に置いとくか冷蔵庫入れて2日ぐらいは大丈夫ですねそれでも2日か2日3日以内はそうですねはい駄目だ常温に置いとくと1日で1日で時間も駄目ですあら駄目になっちゃいます やっぱりやっぱりお味噌の効果でねあ<ー>あのもともと発酵もしてますしね発酵しやすい、はい、だからここはこれ日本人がと国民一人当たりの理想的な量をそれともこれはではなくこれは今の日本人の食生活で、ね、どのぐらいどの食品からタンパク質を取ってるかなんですけど、うんうん 穀類と肉と魚って感じですよね。ねそうですねなので、うん、ご飯を抜くと、タンパク質不足になるんです、うん。あ、なるほど、なるほど。だだご飯を抜いたら、炭水化物を抜いてるつもりが、タンパクを抜いてることになる。そうなんです。そうなんです。なるほど。なので、ご飯は、タンパク源で回る。特に高齢者は、うん、肉が食べられなくなってきたときご飯の方が大事ですね。そうそう僕ね、高齢者なんですけど。後期高齢者。後期高齢者なんですけどね、もうね。<laughs> あの肉はもう大好きだし、しかもあのカルビとか油、はいはい、っぽいほど好きなの。素晴らしいですね。<laughs> 胃腸がお元気で。<laughs> 胃腸だけど僕はもともと弱かったんですよ。42までは。あ<ー>もう一応に血管があって、一応<ー>ちょ胃は元気だったかも腸はダメだったんですね。なええー、ちょっと繋ぎ方が悪くてね、なんか少し危険だったんで、まあ手術を何回もしたんですけど。うん、だけどだから僕は今でもあ例えば料理屋に行ったら。 肉の、肉があったら、できるだけ油の肉ね。それから、もう天ぷら、うなぎ。これですよ。美味、はいうん、しいですよね。美味しい。<laughs> 特に、うなぎがいいですね。はい。じゃあ、自律神経いきましょう。はい。はい、自律神経を整えると、うん、代謝機能が上がって。うん、まあ、病気になりにくかったり、太りにくかったり。そうですね。なんですけども、ねねはい、現代人はそこが乱れてるんですよ。そうなんです。 でここを整えるのってすごい難しいんですけど、うん、実は食事を定期的に食べることは自律神経を整えることになるんですね。うんうんうん、あのね自律神経の治療薬にね、はい、ガンマオキザロールタって、あ<ー>それはあのハイゼットっていう名前で売られてますが、はい、米米の抽出物なんですよ。そうですね、オリザノール。うん、しかも肺がに入ってですね。日本日本人しかあのよく聞かなくて。 薬局的に薬的に言えば外国で認証承認されてんじゃなくて日本で承認されてるだから日本人は米の成分で心が安定するつとがありましてね、はい、であの僕外国に昔若い時ものすごく行ってたわけですが、えー、と米を食わないと少し精神的に情緒が乱れるんですよその時にそのハイゼットを持っても行くんだけどあの極力外国で米を食べるとですねあの治りますね。だからこの自律神経、うん この自律神経先ほど言いましたように自律神経は脳で考えられないというのは困っちゃうんですよ。でみんな間違うんです。そうですね、こういう生活をすべきであるこういうふうにやるべきであるというのは全部大脳脂質で考えてる視床下部じゃないからね,ねからみんな間違っちゃって脳ー図になったりしちゃうんですよね。はい、頑張りすぎたり、うん、がんじがらめになると不効果であとかむっていうのがある、はい、で特にこの視床下部に影響を与えることが。 自律神経と関係してるんですけど,ど、うんうん、噛むと咀嚼ってすごい脳に刺激がいくんですねであと咀嚼によって脳血流がすごく増えるんで、うん、るそれがすごく効果的だと言われてますあの最近ではあの咀嚼力が少,咀嚼が少ないから、はい、顎が張らなくてシュッとした若者多いでしょ、はい、あれはやっぱりあの脳イローゼになりやすいんですよねあのこう少し角がこうあの、ね、立つぐらいの咀嚼をするといいって言いますけどね、うん ええ、食べ方でもすごく差がついてくるてこ,で、ね、これは脳内のあれですね。でやっぱり脳機能とセロトニンっていうのも注目されているんですけどなんとなくこうセロトニンを取るのに、うん、タンパク質肉って言われがちなんですが、はい、実は穀物にも多く含まれていてトリプトファンというアミノ酸を摂取すると。 体内でセロトニンが作られるんですけどト、はい、トリプトファンはご飯に多いんですよなるほど日本人はもともと米からトリプトファンを多く摂ってたってあなる,ほどなるほど、はいなるほどことがあって、はい、さらにそこに大豆も多いので、うん、味噌との組み合わせっていうのがすごく効果的であの糖質制限をすると、えー、トリプトファンは取れるんですけど、はい、トリプトファンをセロトニンにするための ビタミン B6 とマグネシウムかけると。も関わっていてこういうのを取るのにお米しっかり食べるっていうこととあとできれば雑穀とかがすごくこの B6 とかマグネシウムが多いので穀物食は効果的だっていうことが言えます。あのねあのえっと僕は別に糖質制限の人を恨んだり憎んだりしないんですよ。全然フラットだだだかかららけどね 糖質制限の専門の医者がいてその人のことをじーっと聞くとねケトン体からいくエネルギーの取得っていうのはねこういうふうにこうビタミン B6 がいるとかマグネシウムがいるとかねいろいろそういう必要なものなんですよつまりその、えー、我々はその例えばタンパク質肉を食べればいいとかそういうんじゃなくてそれを食べてそれが分解される過程とかいろんなセロトニンを作る過程で 必要なものがいろいろあるわけですよビタミンとか金属とか、うん、そういったものがあるわけですね、はい、で、それが全部整っていればもしかしたら糖質制限なんかもコントロールできるかもしれないですね、うん、ところがそういう専門家の医師のやつ聞くとそういうものが必須だっつってどういうルートだって説明してるんだけど、うん、あの糖質制限だけのやつを見ると、うん、そういうのは書いてないですね、うん、ですから <laughs> そこで体を壊した人がいるんじゃないかと思ったりするんですよね、うん、はい、えー 脳を元気に保つメ、はい、ンタルを保つのにもすごくやっぱりご飯食って有効だなっててだないいうのは思います、えーえー、それで米を食べてトリプトファンを取ってセロトニンになってそれ雑穀なんか入れると特にビタミン B6 とかマグネシウムも取れると、はい、それでセロトニンができて少し陽気になると楽しく過ごせる。はいはい、<coughs> 腸内環境が整う 腸内でさらにメラトニンというホルモンになるんで、はいうん、結果的に睡眠の質が良くなっ眠れるっていう人が多いですねしかもメラトニンが出るから寝られるとういうことばっかとはい。あんまりご飯食べていいことばっかじゃあ信用度落ちてくるような気持ち大丈夫ですかね大丈夫ですか食べ方が大事ってまあ食べ方が大事ではそろそろお時間ですので今日は先生ここまでということで、はい、また次回も続きます それでは改めまして笑って暮らしていっしゃつらずまた次回もお楽しみ今日はここまでです先生ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました